ゆっくりテニスチャンネルへようこそ。前回はこれからのテニス界を担う選手としてヤニック・シナー、そしてカルロス・アルカラスを紹介したね。そうだったね。しかし未来のテニス界のチャンピオンが彼らのうちのどちらかだと決めつけるのは視野が狭いというものだ。自分で言っておいて。というのも彼ら以外にも素晴らしい若手選手がいるからね。ほほう。その筆頭がこの男、ホルガ・ルーネだ。おう。ルーネといえば以前作った若手選手たちの動画の中でも紹介した選手だね。でもその時はオルガ・ルーネって言ってなかったっけ。そうなんだ。そのあたりメディアによって違うのだが、どうも本人や周りの人の発音はホルガとかホルガーっぽい気がするので今回はこうしました。さよですか。ルーネはデンマーク出身、現在21歳だがすでにツアー4勝、最高ランク4位の強力な若手選手だ。身長188センチ、テニス選手としてバランスのいい体型だね。2003年4月29日生まれ。これはあのカルロス・アルカラスとわずか6日違いだ。へえ。というわけで同世代のトップジュニア選手だった二人。アルカラスとはダブルスを組んだこともあるそうだ。へえ。どうでもいいけど子供ってこういう落ち着かない動きするよね。そわそわ。ルーネのナイスリターンに、アルカラスの巧みなアングルボレー。うまーい。ルーネは14歳にしてデビスカップの代表チームに加わり勝利を挙げ。すっげ。15歳でデンマークのシニアトーナメントでチャンピオンに。ええー。また2019年フレンチオープンジュニアを優勝するなどしジュニアランキングも1位に。世代のトップを走る早熟さを見せる。プロになってからの大きな結果は2022年、パリマスターズ。19歳のルーネはなんとトップ10選手5人を打ち破りマスターズのビッグタイトルを獲得。おお。彼の幼い頃からのコーチ、ラース・クリステンセンによると、何か新しい技術を教えて他の子供が習得するのに1週間かかるところを、ルーネは2日でものにしてしまうという。おお。不思議に思ったクリステンセンが母姉家ルーネさんに聞くと、お母さんなのに姉家。そういうのいいから。ルーネは家に帰れば鏡の前で繰り返し新しい技術を練習していたのだとか。ほほう。ルーネは13歳からフランスのムラトグルーアカデミーに在籍しているが、クリステンセンはデンマーク時代からプロになってからもルーネのコーチをしていたので、デンマークから一緒にムラトグルーアカデミーに移ってきたということみたいだね。ふむふむ。ちなみにクリステンセンさんはストリートパフォーマーをしてた変わった経歴の持ち主だそうで。どういうことを？ジャグリングをルーネに伝授したようだね。うますぎる。ところでいきなりこんな話をするのもあれだがルーネにはちょっとアンチが多い。おや？というのも早熟な彼はテニス界きっての生意気な選手だからね。生意気。2022年ローラン・ガロス。19歳のルーネは快進撃でベスト8に進出、キャスパー・ルードと対戦する。しかし自分のプレイのレベルや審判のジャッジなど、フラストレーションを溜めたルーネは試合中も怒りの声を発し、敗れた後も、そっけない握手。あらら。世界中のテニスファン、の一部に、こいつ、生意気だな、と思われてしまうのであった。あらま。これはプレイ中に広告画面がついてプレイが妨害されたというルーネ。実際ルーネの言う通りのことが起きたのだが頻繁に暴言を吐いてしまう。荒ぶってるねー。モンテカルロでのシナーとの一戦では、大事な場面で時間を取ったルーネにタイムバイオレーションが与えられ、林立てる観客、ヒューヒュー、早くしろー、ジェスチャーでやり返すルーネ。ビーチクールせいぞ。と。しかしこれがヒスポーツマン行為だと警告を取られる。そりゃないだろ。何も悪い言葉は使ってないだろ。いや、そのジェスチャーがね、静かにしろって言ったら警告なのかよ。静かにしろならいいよ。一緒だろ。さっきのは敬意を書く行為だよ。観客が敬意を書くのはいいのかよ。得意下がるが判定は覆らず。こういった感情的な行動が批判されることも多いルーネ。受け取り方は人それぞれだろうが。まあそんなに非道なことはしてないんじゃないかなと思うけどね。はは。相手の返球がアウトだとプレイを止めるルーネ。しかし審判の判定はイン。ラインをかすめたよ、という審判だが。フォークアイの映像ではアウト。あらら。この後もすごく切れました。態度はともあれ言い分はもっともなところがあり、結構正しく切れてるかもしれない男、ルーネだ。正しく切れる？これは切れることなら負けてない、メドベージェフとの一戦。何の勝負だ？ネット際の攻防でメドベージェフのボディに打ち込むルーネ。わぁ、やってはいけないプレイというわけではないが。怒りのメドベージェフ。あらま。この短パン野郎が。しかし審判が仲裁に入り、
メドベージェフは気づかなかったが、ちゃんと謝っていたのね。お、誤解が解けて仲直りさ。よかったー。というわけでそんな根の悪い奴じゃないのだ。コート外ではなんかニコニコしてるしね。And this is from the 90s? It is. Whoa. Have you ever seen something like that before? I've never seen anything like this. Is it like... No, it's not like movie thing. Music? Yes. Really? Exactly. Music? Ah, nice. と、90年代クイズでカセットテープがわからないルーネ。ジェネレーションラップだな。私はむしろルーネの生意気さ、ふてぶてしさが魅力だと思うね。はは。これはローマでのポニーニとの一戦。地元の人気選手を相手にルーネは、出てきただけでめちゃくちゃブーイングされる。そんな、イタリアでイタリア人選手と戦うとこうなのだ。そんなうるさい観客を黙らせようと思ったのか。気合のスマッシュを放つが、Oh my goodness. なんとこれをミス。You なんと、are kidding me. 大喜びの観客。ポニーニの反応が面白い。こんな超アウェイの中、声を出して打ったスマッシュをミスしてしまったらメンタル面がボロボロになってしまってもおかしくないが。しかし、テブテしく勝ちきる。多少ムラッケもあるが並外れた弾力も持っている、そんな選手だ。ふむふむ。そのプレイも大胆だ。この高速フォアハンド。おお。鋭く走って。ドジャー。かっこいい。さらに、ダイナミックなバックハンドも一級品だ。これはすごい。バッシングショット。強烈。バックハンドでここまで強気に打てる選手もそういないだろう。そしてこのタッチ。お？いやー、これは生意気ですねー。生意気だなー。自分から何かアクションを仕掛けていく積極性。ネットを取り。ボレーのテクニックも確かだ。わあ、この運動能力とセンス。すごく難しいショットなんだけどねー。そんなあらゆる面で非常にハイレベル。積極性が光る素晴らしいオールコートプレイヤーであるルーネ。しかし彼は非常にしぶとくプレイすることもできる。球足の遅いクレイコート、守備力の高いメドベージェフを相手に硬いプレイを選択するルーネ。重役。ナッカ。おお、マラソンラリーを強烈なバックのダウンザラインで締めくくる度胸。すっげえ。そんな守備面にも強みがあるルーネ。しかし彼の場合は守備に回っても受け身ではなく、俺が選択して守備をしてるんだ、という気概を感じるね。おお。そしてルーネは、サーブも高い能力を持っている。フォアハンドの破壊力はシナーやアルカラスに及ばないだろうが、総合的な能力で最もバランスがいいのはルーネかもしれないね。ほほう。そしてジュニア時代からトップを走ってきた男、ルーネは、その大きな野心を隠そうとしないところも私は好きだ。ほう。グランドスラムを何度も勝ち、世界一の選手になりたいと公言するルーネ。おお。まだ彼は21歳。これからその大きな野心に見合った成長をしていくのか。非常に楽しみだね。本当にそうだね。これは練習中のルーネ。お？一回転してフォアを決めるミセプ。これは生意気。生意気だ。いかがだっただろうか。生意気なルーネの魅力を少しでも感じてくれたら嬉しいよ。それでは、また見てねー。